皆さん、おはこんばんにちは。マイズムチャンネルのゼブコーです。はい。ということでね、今日の動画はね、サムネとタイトルを見ていただければわかるんですけど、ミドリフグをさばいて、調理師免許を取っちゃうっていう動画じゃありません。はい。ということでね、今日はこの人のお家にお邪魔しております。自己紹介お願いします。はい。皆さん、おはこんばんにちは。マイズムチャンネルのトラです。はい、ということでね、今日はトラくん家にお邪魔して、水槽の、ミドリフグちゃんたちにね、餌をあげるっていうめちゃくちゃほのぼのした動画です。イエーイ、ね、皆さん楽しみですね。はい、ということでね、早速なんですけど、餌をあげていきたいと思いまーす。あ、ほんでね、もう一人のメンバーのラークくんなんですけどね、本日はね、多忙ということで、不参加となっておりますんで、ご了承ください。多忙ですね、多忙。ということでね、やっていきたいと思います。お願いします。はーい。テーブルマナーを叩き込んでやる。はい、ということでね、餌をあげるには餌を準備しなきゃならないということでね、ここからね、トラくんにね、準備していただきたいと思います。ということで、トラさん、お願いします。はい、じゃあまずは赤虫をね、あげるのではーい、これです。この冷凍赤虫っていうね、生きてないやつです。はい、でこれなんですけど、このまま開けてあげてもいいんですけど、やっぱドリップって言って汚れが出ちゃうので、これをこの容器にまず開けます。うわ、そんな感じで出てくるの？もうね、すごい、すごいんだよ、これ。見えるかな？このね、凍ってるんですよ。飴みたいだね。そう、当たり前のこと言っちゃってるんですけど。梅味の飴みたいになってるね。これを揚げます。はい。で、これ。煮かけら？煮かけらだね。うちの子たちはやっぱめっちゃ食うんで、このね、クリーンアカムシっていう種類のやつです。うん、はい。ちなみに、この水槽、この餌を与えるのは、何匹いますか？水槽の中に。フグが、まず緑フグが5匹。うん。で、次に、バンブルビーゴビーっていうちっちゃい黄色いハゼがいるんですけど、そのハゼたちが3匹。うん。で、今合計8匹。うん。で、プラス、モーリーたち。こいつら、コケ取り要員で入れてるんですけど、モーリーが2匹いるんで、うん、計10匹が赤虫を食べます。うん、で、10匹に対して、下かけらということで。はい。はい、わかりました。じゃあ、これを解凍するんですけど、はい、大抵の人は、水槽の水で、溶かして、うんうんうん、で、汁だけ捨てたりして、揚げるっていうのがメインなんですけど、うん、うちでは、ちょっとこれ、ポイントなんですけど、これね、この、バクテリア本舗さんのバクテリア、これね、他にもいろんな種類があって、うん、いっぱい動画上がってるんで、ちょっと見てください。私もちょっとレビュー動画みたいなのあげようかなと思ってるんですけど、これね、どういったものかっていうと、単純にただのバクテリア液じゃなくて、中にいろんなこう菌が、納豆菌とか乳酸菌とか酵母菌とか入ってるんで、うん、これのおかげで、まあ、フグたちの体調が良くなるよっていうものになってるんで、これでいつも溶かしてます。で、大体で大丈夫です。はい。大体こんなもん。うん。で、この状態でまだカチカチなんで、溶けるのをちょっと待って、溶けてから与えていきたいと思います。はーい。一旦カットでいいですか？はーい。はーい。ミドリフグ流奥義、大食感。はい。ということでね、こんな感じで溶けました。はい。なんでね、これピンセットでつまんで、あげてってくれということなんで、あげていきたいと思います。あ、もうめっちゃ寄ってきてる、ほら見て、あ、かわいい、見てほら、あ、かわいい、もう、くんはメロメロ、メロメロ、メロメロ、メロメロでいいのか。ちょっとね、水槽が汚いんだよね、これね、またね、メロメロなんだ。リセット動画からまた、ここぐらいでいい？おー、いいね、豪快に、ピンター、こんぐらいで、離さない方がいい？食わせた方がいいのこれ。ちょっと食わしてから散らばるように、黒いのをかじらないようにあげて。難しいんで意外と。
じゃあ行きまーす。はーい。はい。うおぉ。めっちゃ、おぉ、すごい。激しいね。なんかみんな直接がいいのかな、これ。ほら、下に落っこってってんのに全然上ばっか楽しんでる。楽しんでるってなんだ。そうね、あのね、モーリーたちは上の方が好きそうだね。バンブルビー食べれてるかな。おぉ、追ってる追ってる。いいね。やっぱでもバンブルビーさんはおこぼれか、あ、食べた、食べた、食べた。おこぼれ担当って感じなのかな。どっちかっていうとね。はい。やっぱりこう、おぉ、かわいい。もうね、かわいい姿とはね、裏腹にめちゃくちゃやっぱ凶暴らしいんで、ね、めちゃくちゃ凶暴だからね、喧嘩しちゃうぐらいだからね。ほら。熱照明。熱。ちょっとアクシデントじゃん、それ。あ、おおおおおおお。ちょっと、こいつ食べてんの、食べれるかな、食べれるかなって。じゃあ、もう一回いきまーす。はい。はい、一網打尽。一網打尽ですよ。 いいねいいよいいよ、いい散らばり方や、これね。そこに行ったやつはね、あ、食べてる、ほら口からパスタこぼしてる。うん、いいね、いい絵なんじゃないのこれ。あ、めちゃピント絵の話とかするな。ピント全然ピント合わない。あ、あったあったあった、はいはい。もう映りたがりが来ちゃって、またなんかもうすごいお腹がデロンと出ちゃってるけど大丈夫？ブーちゃんだね、ブーちゃん。ほら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 、食べろ食べろ。ええやん、ええやん、この赤虫のいいね、散らばり方がね、サイズといいね。これね、ちゃんとみんな食べれてんの、これ。喧嘩しないで、こうね、見てもらうと分かると思うんだけど、うちの子たちみんな喧嘩しないんですよ。必要以上に追っかけ回したり、これね、すごくいいこと。バンブルビーはよくちょっと競争はするんだけど、まあ大丈夫、死ぬほどじゃないからね。バンブルビーが凶暴なの？そう、こいつらは自我が強すぎて、ちっちゃいながらに戦いに行くんだよね。なるほどね。だから多分やりきれてるんだよね、きっと。やっぱこの公営できた、食った食った食った、食べれてないよ。公営できてるってのはやっぱり皆さんがそれぞれあの気が強いからということでよろしいですかね。そうだね、あの弱いやつがいないから。なるほどね、みんなでいがみ合うみたいな。こうね、水流を使った広げ方いいね。うん、食べ、うまくない俺あげんの。いいね、これもしかして俺天才、これ初めてですからね。俺初の赤虫揚げ、いいね、いいね。こうね、ちゃんとこう分散してこう食べれるようにあげるっていうのが重要なんだよね。ちょっとビビっちゃっていなくなっちゃったね。でも大丈夫、あのこうね、散らばってこういうの食べてるから、よく。あ、食べてる食べてる。こうモーリーもね、モーリーはコケ食べるからね。どっちでももうお腹いっぱいかな。どう、食いつきがどんどんあれですね。落ち着いてきちゃったね。うん。パスタを食べるのが、じゃあちょっとね、一匹一匹見ていきますか。こいつのお腹の具合は、うん、いいね。こんぐらいの膨れ具合がちょうどいい。ちょっと食べ過ぎかなぐらいだね。はい。で、バンブルビーはわかんないから、こっち、こいつ。こいつもいいね。うん、はい。じゃあもう一匹。もう一匹どこだ？来た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 。こいつすごいね。めっちゃ食ったね。いったな。うん、もう常に食べてるんだろうね。おお、黒い。口、あー、出しちゃったよ。口がブサイクだね。あ、食べてる食べてる。いいね。うん、いいね、いいね。スイカのアイテムを発見。美が呼んでいます。みんな落ち着いてきちゃったね。で、この多少残してるのはなんでかっていうと、実はね、この水槽前回のリセット動画で見せたんですけど、ここに別室があるんですよ。ちょっとね、苔がすごいんですけど、あえてね、この、見えるかな？ちょっと苔すごくて、この大和沼エビさん、ちょっと苔がひどいな。苔てるね。
こいつらが食べるように、ここのね、ウィローモスなくなっちゃったんですけど、ちょっと多めに溶かしてるんで、ここに投入していきたいと思います。上にめっちゃいたわ、ほら。めちゃくちゃやっぱ、サイズが出るの。あれ？あいつ赤虫持ってない？え？そっち穴から流れた？うん、すごい流れたんだね。こんな感じでね、こいつら赤虫食うんで、たまにあげてるように、あげるようにしてます。あ、これ水面、ここから来るんだね、ここね。うん。ほら。ということで、ちょっとつかみづらいんですけど、ちょっとエビちゃんにもあげていきまーす。へい。まあ、湧いては来ないよね。あいつらみたいに。そうだね。直接取りに来ることはないでしょう、ということで。うまく取れてるかな？どう？あ、いいね、いいね。あ、来てる、一匹。あ、すごい、すごい、すごい。おお、待ってる、待ってる。すごい、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 すごい。やっぱでもあれだよね、匂いに敏感なのかな、結構こやつらは。そうだね、すごいね。どっちかっていうとね、触覚がね、アリさんと一緒ですね。はいはいはい、はい、どうです。おー、来てる来てる来てる。すごいな、あいつは背泳ぎ世界選手権1位か。マジでアクアリウム界の背泳ぎ選手ですね、あいつは。ガッチリマンデーだね。うん、どういうこと？どういうこと？ガッチリマンデーだよ、これ。どう？もう大体ないんだけど。オッケーだね。大体なくなったら。ということでね、残りがどうなったかっていうのをこっちからいい画角で撮って終わりにしましょう。かわいい。はい。かわいい、ほら。上見？上見だね。上見ね。最終局面だ。はい、ということでね、餌あげさせてもらって、まあ、全部あげたんですけど、あ、間違った。あげたんですけど、いい感じの量だよね。うん。ちょうどいいです。さすがですね。まあ、毎日あげてるんでね。そんなのは当たり前だと思うんですけど。はい。この子お腹見えない？赤虫。見えないね。いつも透けて見えるんだよね、こいつはね。このバンブルビーたちはお腹いっぱい食べてると。じゃあ足りてない？うん、うん。そういうわけじゃない。そう。角度が悪くて見える。でもね、ところどころやっぱ赤く見えるからね。見えるかな、見えづらいね。はい。じゃあ今回その絵は撮れなかったということで。はい。ということでね。めっちゃ喜んでるよ。はい、量もいい感じでしたんで、ぜひね、参考にしていただけたらと思います。どうなんですか？ミドリフグの水槽の飼育難易度としてやっぱり高めですか？星2ぐらいだね。星5中星2ぐらいだね。星5が難しいってこと。そうそうそう。じゃあ、まあまあ簡単ということ。まあまあ、簡単って言っちゃうと語弊があるんだけど、慣れればすごく楽だね。うん。だそうですんで、皆さん参考にしてみてください。はい。では、エンディングへ。レッツ、ゴー。めっちゃビビってるやん。マイズムチャンネル。はい、ということでね、今回ゼブコウがね、トラくん家にお邪魔して、アクアリウムの動画をね、撮らせていただいたんですけど、餌をね、初めてね、あげさせていただきました。はい、ということでね、今回の動画はね、こんな感じでね、終わりにしたいと思います。なんか一言ありますか？いや特にないということでね。はい、あるわ。では皆さん、もしね、ちょっとでもアクアリウムとかね、緑フグにね、興味を持てたっていう方はね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。高評価もね、しっかり押してってから、うるさい画面をね、閉じてもろて。素人 YouTuber かい。素人 YouTuber なんですけどね。はい、と、はい、いうことでね、はい、今回の動画はこれで終わりにしていきたいと思います。していきたいと思います。これで終わりにします。はい、していきちゃいたいと思います。では皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。チャオチャオ。バイバイ。